桑田神社は、縁起式神明帳に記載されている、丹波国総伝軍の式内社以下の2社が論者とされている。縁起式神明帳に、丹波国総伝軍総伝神社と記載される、式内社亀岡市内に論者が2社ある。馬堀の社は、山本の社の元宮とも言われるが、正確な由緒は不詳。両社とも、亀岡市東部。 大井川右岸の保津峡入口近くに鎮座し、川向こうには、受け田神社が鎮座する。保津峡入口右岸を走る佐賀の線の奥に当社。佐賀には、受け田神社が鎮座する。桑田神社は、京都府亀岡志の町山本にある神社。式内社論社。旧社格は孫社。祭神の大山区命、市木島姫の命は、桑山の神社祭神と共に、 湖であった亀岡盆地を開拓のため保津京を改作したと言われる。当地は盆地入り口にあたるため政治的にも重要な地で、果たしの勢力がいち早く進出したとされる。社殿ではこの地は谷和と呼ばれており、丹波はこの谷和より名付けられたとされる。その後、谷和には和瀬を作った陸和を植えて、養産を営なんだことにちなみ、 谷はを今でも、障子で、桑の木と呼んでいると伝える。天明年間社殿が消失。当地の地名が、桑田であることは、大日本詩人技師にも記されているが、明治6年まで川向こうの神社と同じく、受け田神社を名乗っていた。明治6年6月、近代社格制度において尊社に弟子、明治10年6月に式内社総殿神社を交渉。桑田神社は、 京都府亀岡市篠の町馬堀にある神社、式内社論者、旧社格は無格者、有意書は不詳。当地から市の町山本に祭人が選んとも言われる。ありがとうございます。